いや、面白いですね。やっぱ D ツアー、一日、ね、社長も、昼から、解説ですごく大変だと思うんですけど、見てる方もね、すごいレベルの高い試合もあったりして、いや、ほんとさ、俺がやった試合、俺の中継が一番多分、ちょっと、おてんってなっちゃったかもしれないね。うん、皆さん。これ見てるともう、そうそうたるプレイヤーですよ、皆さん。はい。あ、いやいやいや、あ、この丸山さんという方もね、石川県の方すごく上手です。はい。篠原さんもいたり、お、上里さんとかね、そのソフトっていうイメージが強い方も出ていますし、お、私35位。そして、寺尾さん、ね、佐賀の寺尾さん。そして、鹿児島から正津隆行。大石焼き。あ、大石愛希くんといえば、皆さん、忘れてないですよね。トリニダードから新しいバレルがね、出たんですよ、実は。知ってますか？アルバレス2っていうバレルが、出てます。あ、オリバレス。ごめんなさい、オリバレス。オリバレス2、タイプ2。ね、まあ、パッと見ですよ。僕、まあ、ティトね、広島で触らせてもらったりとかして投げてはないんですけど、うん、またこういうせこいことしてくるのかと、これ売れるじゃないかと、こんなものは、はい、素晴らしいバレルだと思います。なんか好き、かっこいいし、特にスティールね、うん、スティールの前にさ絞っていく感じめちゃくちゃかっこいいから、ちょっとスペック見ますか？スペックだけね。はい。これね、まあ、ソフトが、18.5g。はい。長さが 40.0mm、最大径 7.5mm と。まあ、王道ですよね。本当に10年ぐらい前の王道のスペックですよ。もう最も売れたスペックです。これが。はい。で、スティールの方が、まあ、19.5g。まあ、ポイント含むなんで、バレル単体で言ったらそんなに違わないのかなと思います。やっぱね、大石くんの、柔らかいフォーム、まあ、皆さんご存知かと思いますけどね、あのフォームなんで、重さって必要ないんですよね。本当に、18g ぐらいでもね、柔らかいスローから何のストレスもなく、力を乗せてスローイングできるということはすごく羨ましい。僕は本当にインパクトをベッって出したいタイプだから、うん、柔らかいフォームがね自分にあったらと思うとすごく嫉妬してしまうぐらい綺麗なフォームなんですけども、バレル自体はね、まあ基本的にはシャークカットメインですよ。後ろも前もシャークカット、これね、前作より 5mm 短く 1.5g 軽くしてると。言ったら、こうちょっとね、全体的にこうキュッと、ミニマムというかこう、ちっちゃく。多分、これが愛希くんのミニマムなんですよ。うん。一番、うん、使いやすい、一番小さいものだと思う。うん。スイーツ期間を抑えつつも、プロ陣ダイレクトに力が伝わるような細かいシャープカット。うん。それは感じますね。はい、見たときに。なんか細かいのがピュッピュッピュッって入っててね。で、リア、セミリアと書いてありますけど、これもまたね、憎いですよ。うん。僕の感覚ではやっぱ後ろ重心だと、その飛行姿勢みたいなものが、まあ安定するのかなと思います。うん、やっててね、自分の感覚だけど、まあ前重心になればなるほど、自分の投げ方の癖がもろにバレルに伝わって、こう、バタバタバタと、してしまうんだけど、やっぱ後ろに重心があると、なんかこう、ぐっと我慢して、飛んでってくれるような、うん、こうバタつきを我慢してくれるイメージがありますね。はい。前のシャークカットは、角を落とした。角落ちシャークですよね。だから、角落ちシャークですよ。引っかかりすぎないようになってると。まあ、癖はないですよね。はい。うん、いいフォルムだと思うな。40ミリだとね、今、
もうこの時代ちょっと短いかなーってもしかしたら思われる方もいると思うんですけど、全然そんなことないですよ。やはり日本人に合ってるのは40から 43.5 ぐらいだと思う、僕はね。うん。僕なんか本当にあの海外にかぶれ散らしてるだけなんで、50.8 ミリとか出してますけど、だいたいね、あの45ミリ以上出してる人はもうだいたい海外にかぶれてますから、はい。あの、一番いいのは多分43とかぐらいだと思うんですよ、僕。まあまあ、いろんなダーツの、あの、自分のね、飛びとかいろんなものを考えて、我々を選んでほしいと思いますし、まあ、これだと、そうだな、コンドル、L がいいんじゃないかな。L。L つけたら一番かっこいいと思う。うん、このね、で僕何が好きかって、このスティールの、なんだろう、このポイントとバレルの比率ってのがやっぱ40ミリぐらいだとね、なんかかっこいいんだよ。うん。なんか、同じぐらいじゃん。1対1ぐらいの比率が僕一番好きで。これがね、またね、50ミリのストレートに50ミリのポイントをつけるっていうわけじゃないんですよね。45ぐらい、40ミリぐらいのやつに、40ミリぐらいのポイント。で、長さ L。これがもうスタンダード。これがかっこいいです。はい。大好き。エキスさんの時代来てください。まあ、いずれ来るでしょう。まあまあ、焦んな、焦んな。これトランキーロ、焦んなよですよ。知ってますか？